これね、床オナニーって床オナって言われるやつなんですけど、ね、これね、非常に弊害が大きいです。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永喜雄です。あ、床でやるのは良くないんですか？うん、これの質問もいただきますね。これね、床オナニーって床オナって言われるやつなんですけど、ね、これね、非常に弊害が大きいです。の何っていうと、そのオナニー自身が悪いんじゃないんですよ。反対にしてほしい。男性も女性もしてほしい。なんでかっていうと、オナニーしていらっしゃる人の方が前立腺がんの発症も少ないし、精力を保つためにも寄与するって言われてる。ただ強すぎるペニスへの刺激を、ま、長年こすり続けたりとか、ね、し続けると何が起こってくるかっていうと、強いハンドグリップだったり床からのね、強い刺激じゃないとペニスの刺激がなかなか生まれなくなっちゃう。そうすると柔らかいパートナーの膣の中で射精ができないとか感じることができないっていうね、あの非常に深刻な状況に陥ってしまいます、ね、考えてみて、だって女の人の膣の中の圧力が男の人のギューっていう手の圧力と一緒のわけないじゃない、痙攣じゃないんだから。だけど床でこすったりとか強いハンドグリップすぎるので行く癖をつけてしまうと、そのレベルじゃないと射精できないっていう風な人が増えて、なのでね、あの徐々に弱い力で射精できるように、これもまた ED の訓練なんですけども、ね、そういう風にして、あの自分なりにこうパートナーとも成功でオルガズムを得られるように、もう一度あの ED のための治療というかね、性的体力の追求としてオナニーの訓練っていうのも非常にね大事だなっていう風にもなってますよ。いいんですか？21歳だけど ED 気味です。はい、ありがとうございます。これね、今中高年の方だけじゃなくって、若い方20代30代の方に非常に ED が増えていると言われています。この背景にあるものとしては、一つはやっぱりコロナの影響があります。何言ってんのっていうと、コロナでなかなか運動量減ったので、座りっぱなしだったりとか家の中でじっとしていることが多くなった。座り仕事の人、デスクワークの IT の人とかも増えた。で、何が起こったかっていうと、骨盤底筋、さっき言ったよね、勃起力を保つための3つの要素、そう、骨盤底筋が非常にね弱くなっちゃった。ってことは、勃起のこうペニスの起立力がすごく下がっちゃった。なので、一つの回答は20代、30代でしたら骨盤底筋、下半身の筋肉を非常にね、あの鍛えたら反応しやすいですから、ぜひそれをね、おすすめいたしますよ。うん。なので、ここら辺がね、重要なところです。ね、ここね、間違うとね、いけないんですよ。あの、じっとしてても、いつでも、いくつでもできると思ったら間違いで、いつでもできるっていうのは、まあ、20代、30代までだね。うん。僕は筋トレしてます。いいですね、素晴らしいですよ。特にですね、下半身の筋肉を鍛えると勃起力につながりますよ。よろしいですか？でですね、まあそれともう一つね、20代に増えている理由としては、30代もそうなんですけども、あの不妊妊活 ED っていうのが増えています。どういうことかというと、妊活、あの不妊治療の一環として妊活をするときに、日がね、最初タイミング療法っていうのもあったりするのね。そうするとこの日、パートナーのハイランドに合わせてセックスする日を決めてくる。でも、この日に必ずやってくれみたいになってくるとどうでしょうか？ってなります。この日、ちょっとすごく仕事が多くって、ちょっとすごいプレッシャー感じちゃう。でも今日じゃないといけないよな、みたいなね。そうするとね、なかなかね、緊張しちゃって、結果的に、あのその時だけ、妻だけいいみたいに、ね、なっちゃう人もね、あの少なくないっていう風になってるんですよね。床でやるのは良くないんですか？うん、これの質問もいただきますね。これね、床オナニーって床オナって言われるやつなんですけど、ね、これね、非常に弊害が大きいです。の何っていうと、そのオナニー自身が悪いんじゃないんですよ。反対にしてほしい。男性も女性もしてほしい。なんでかっていうと、オナニーしていらっしゃる人の方が前立腺がんの発症も少ないし、精力を保つためにも寄与するって言われてる。ただ強すぎるペニスへの刺激を、ま、長年こすり続けたりとか、ね、
し続けると何が起こってくるかっていうと、強いハンドグリップだったり床からのね強い刺激じゃないとペニスの刺激がなかなか生まれなくなっちゃう。そうすると柔らかいパートナーの膣の中で射精ができないとか感じることができないっていうね、非常に深刻な状況に陥ってしまいます、ね、考えてみて、だって女の人の膣の中の圧力が男の人のギューっていう手の圧力と一緒なわけないじゃない、痙攣じゃないんだから。だけど床でこすったりとか強いハンドグリップすぎるので行く癖をつけてしまうと、そのレベルじゃないと射精できないっていう風な人が増えてる。なのでね、徐々に弱い力で射精できるように、これもまた ED の訓練なんですけども、ね、そういう風にして自分なりにこうパートナーとも成功でオルガズムを得られるように、もう一度ED のための治療というかね、性的体力の追求としてオナニーの訓練っていうのも非常にね大事だなっていう風にもなってますよ。いいんですか。先生のお話いつも新鮮です。先ほどのライブですね、今日12時からしてたのに実はとっても楽しかったですよ。だけど途中から見れなくて、でも多分在当たっています。これからも聞けないお話楽しみにしていますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。とですね、私ね、だいたい火曜日から土曜日まで富永ペインクリニックで診察しているので、ライブ時間がなかなかできないんですけれども、日曜日もしくは月曜日にですね、こうやってオンライン診療とオンラインライブの方を発信させていただいております。でですね、コンプリートバージョン、最後まで動画とか見たいなと思われた方はですね、富永紀夫セックスオンラインスクールの方にご加入いただけますと、そちらの方で歴代の動画最後まで見えるようになっていますので、ぜひご入会いただければ、 SOS って言うんですけども、ご入会いただければと思っております。ありがとうございます。個人差はあるでしょうが、薬などを使わず男の人の必要な勃起力は何歳までが限界でしょうか。こういうとね、実は限界はない。なんでかっていうと、さっきのね、3つの話、勃起力を保つのは3つだって言ったよね。だから神経と筋肉と血管だ。だから神経反射をしっかり保つオナニーを、ね、週ね2回から3回は継続しておいていただいて、射精の反射を自分で訓練しておく。いい？気持ちがいいとか悪いとかじゃなくって、性機能は何もしなければ落ちるのが基本だから、劣化するの。だから女性ホルモンも低下するけど、男の人のテストステロンもどんどん低下してくるでしょう。だから何もしなければ、抗わなければ低下してくるのが普通なの。なので、その中で死ぬまで、肺になるまでセックスしたいなと思ったら、やはり自分でするセルフプレジャーは欠かせない。週にやっぱり2回はしておいてほしいね。訓練のために。もう一つは血管の老化を抑制する。要するに、40代、とか50代になって高血圧でお薬を飲んでいらっしゃる人いらっしゃるじゃない。高血圧ってことは動脈硬化が進んでるってことなんだけど、でもペニスの陰茎肺動脈とか1ミリ2ミリしかないのね。だから心臓の血管よりも早く動脈硬化が来てる。だから高血圧の薬を飲む前にすでに ED を自覚されていらっしゃる方も多いでしょ。だからそうやってなってくるとね、お薬を使わないと非常に難しくなるから、減塩、水分をしっかりとっておく、運動をするとかね、血管を守っておくっていうことが一つ大事。そして3つ目の筋肉、骨盤底筋を鍛えていく。これはね、ウォーキングであったりとか、非常にこう下半身のスクワットであったりすることによって非常にね、セックス筋とも呼ばれる骨盤底筋を保っておく。それでも非常に重要ですよ。 OK ですか。なので限界はないんですよ。でだけどこう、動脈硬化で高血圧になったからダメなのかと、そういうことじゃないです。その場合はもちろんバイアグラでもシアリスでもレビトラでもいいから、こう、ね、その力を借りて足らなくなった血管の働きを補えばいいんです。ED のお薬たちっていうのは血管を広げる、助長させる薬ですからね、そうやってしてください。でもし近所のねお医者さんとかでね、なかなか処方されるのが嫌だな、困るな、恥ずかしいなと思うときはですね、こちら富永ペインクリニックのオンライン診療でスマホ一つで処方できますからね、
そうすると郵送でガーンとご自宅もしくは会社とかご指定いただいた住所にお薬届きますので、ぜひご活用ください。オンライン診療もね、新しい使い方としてそういうのありだと思うのね。やっぱり近所の内科の先生に診てもらうっていうのも大事なんだけれども、やっぱね、最近あったんだけどね、 ED のお薬をその内科の先生に出してもらうと、自分のセックス頻度がバレて嫌だ、もしくは受付のお姉さんとかナースとかそういうスタッフたちにも自分のセックス情報が流れちゃうから、あんまり近い人と近いクリニックで処方されるのが嫌だなっていう人も少なくない。なので、うちはまあ愛媛県松山市にありますし、オンラインで処方して郵送で届きますから、うまく使ってください。よろしくお願いします。うん、オンライン大事ですよ。であとね、ここ富永清の秘密の部屋、今日はね、初めて YouTube でまあこういうね、まあ質疑応答ライブしてるんですけれども、なかなか濃密で外には出して言えない内容ってあるじゃないですか。なので、そういうのをこちら の秘密の部屋、富永清の秘密の部屋で討論したりしております。今はですね、こちらの性の取説、こちらの本の話題でまあ持ちきりなんですけれども、こちらの方にですね、いろいろなセックスの悩みのアンサーも書いておりますので、よろしければ書店アマゾンさんで手に取ってください、ね、そういう風になってて、みんなが解決する糸口ってたくさんあるんじゃないかと。あ、秘密の部屋はFacebook のグループになってるので申請してください、ね、ですね。こんにちは、富永清です。この動画をご覧いただき本当にありがとうございます。現在、ジョイが教える特別なテクニック動画を無料公開しています。下の概要欄から進んで、ぜひ見てみてくださいね。スマホの方は動画タイトル横に下向きの矢印マークがあるので、そちらをクリックいただけると URL が表示されます。スマホの方はそちらからチェックよろしくお願いします。今よりもっと性生活を豊かにしたい方必見の動画です。概要欄のリンクからどうぞ進んでください。